いつきで始めた愛知県の東西南北の果て全部回れるかという企画。しかも日没までになんて条件をつけちゃったもんだから今から8時間走りっぱなしになるっていうわけ。この日の日没時間は17時17分。さてどこまで行けるんだろうなんて初めて見たものの、いきなり渋滞に捕まっちゃったりして、国道23号の上で右往左往。気がついたら愛知県も出て三重県に。なんとか最西端分付近まで来たんだけど、なんと車は進入禁止ということでそれ以上行けなくなっちゃった。仕方ないので近くの土手の下を最西端部として次の最北端に向かうことにした。最北端へは木曽川沿いを北上して、トラップありお城ありというところを通り抜けて、いよいよあの橋の近くまで来たのであった。はい、駆け足で前編を振り返ってみましたがいかがだったでしょうか。現在私はですね、犬山橋の近くまで来ています。こちら犬山橋というのはですね、2000年まで道路と鉄道の併用橋という使われ方をしておりまして、ご覧のようにですね、電車とトラックが一緒に走ってるなんていう絵も残っているわけなんですけども、こちらの犬山橋ですね、大正の一番終わりぐらいに作られましてですね、開通が昭和の初期だったと思います。そんな歴史ある橋の横を通り過ぎて、こちらの道をですね、どん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 北上していくと最果ての地があるということらしいので行ってみます。はい、先ほどの道をどんどん北上しております。そしてご覧のようにですね、道も細くなってきまして、いよいよ僻地に近づいてきているなという感じがしています。家もですね、まばらになってきまして、なんだかよくわかんない公園とかですね、元対向車が来ましたね、曲がっててくれてよかった。はい、家もまばらになってきましてですね、まもなく最北端の地が近づいてきているということを感じさせてくれます。そしてですね、細かい橋を渡ったところがですね、最北端の地になると。本当はですね、もっとこのあぜ道の向こう側が最北端の地になるんですが、車では行けそうもないので、ここを最北端の地としました。はい、ここまでの移動距離は 113.9km ということで、いやーだいぶ移動しましたね。そして猫が芝生の色と同化してました。はい、次は最東端部に向かって走っていきたいと思います。ご覧のようにですね、犬山橋をもう一度見て、それから向かおうと思っているんですけども、ちょうどですね、踏切待ちという状況になってまして、もうすぐ電車が通ると思うんですが、あ、来ましたね、パノラマスーパーが通り過ぎていきます。やはりこの電車はかっこいいですね。あの全面展望というのは素晴らしいものがあります。そしてよくよく考えたら、手前の交差点を左に曲がるんだということを思い出しまして、犬山遊園の駅を越えてですね、成田山の入り口を越えて、細道をぐる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 と斎藤田んぼに向かって走り続けるのでありました。はい、犬山市を抜けてですね、国道19号線に乗って岐阜県に入りました。そしてですね、これが今19号線を外れて、どんどんまた山の中に入っていきそうな道を走っているという状況になります。さあ、この後どんな道が待ち構えているのでしょうか。はい、だいぶ山の中に入ってきました。カーブが多くなってますね。そしてこのカーブを曲がりきったところには大きな橋がありましたですね。こちらの橋がだいぶ高いところを通っている橋になります。この橋を通り抜けると次はトンネルが待ってます。いかにも山ん中って感じですね。で、このトンネルを抜けてですね、もう一個トンネルがあって、これを抜けて、その先にはですね、道の駅がありまして、おばあちゃん市山岡っていう名前の道の駅になるんですけども、こちら見えるでしょうかね、大きな水車がありまして、その隣にはダムがあるんですね。なんとダムの中に入れるという変わった道の駅になってます。ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。はい、だいぶ山深くなってまいりましてですね、道路の糊面には、糊面っていうんですかね、には雪が見えるようになってきました。この先どうなるんでしょうかね。さらに山深くなってきました。もういよいよこの山の中でですよ、対向車が来たらやばいような、こんな細道に入ってしまってですね、もう心もだいぶ浮ついてまいりました。
本当にこれ帰れるんでしょうかねっていうような不安とともにですね、この国道というか国道なんですよ、本当に国の国道なんですが、ひどい方の国道にもなってきました。さあこの先どこまで行けるんですかね。なんとか最東端部にはたどり着きたいんですが、まだ家があるので大丈夫と思いましょう。この道を行けばどうなるものか。迷わず行けよ、行けばわかるさ、ということでですね、迷わず行ったわけなんですけども、このまま進んで大丈夫なのか。道の端には雪が積もり始めましてですね、この車ノーマルタイヤなんで、いよいよ道に雪が積もり始めたら進めんぞと思っていたらですね、ご覧のように道路の方にも雪が出てきまして、もうさすがにこの時点でもう滑ってますからね。もうこれ以上はちょっとこの道進むの無理だということでですね、ここの膨らみで引き返すことを決断しました。さて最東端部はやっぱり行けませんね。すいません。はい、そういうことでですね、しっかり心折れちゃった私なんですけども、ここでですね U ターンをしようとしているわけなんですけども、見事にツルッツルの路面に足を取られてというか、まあ、スタックってやつですよね。幸いにしてこの車マニュアル車なんで、多少はこういった状況から抜け出せやすいのかと思ったんですけども、全く動きません。ちょっと出てはあっという間に後ろに戻されるというのを何度も繰り返してですね、冷や汗がもうタラタラで、本当にこれ雪解けまでうちに帰れねえんじゃねえかなって思いながらですね、もう右往左往とこう何度も何度もクラッチをつないでは離してつないでは離してってやってて、クラッチ盤いかれちゃうんじゃないかと思ってたんですけどもね、まあ、ご覧のようにようやくそんな状況からも抜け出せまして、さっき滑った橋の上を渡ってですね、また人里の方に降りていくというような形になります。ですね、平地では全く雪なんてなかったんですけども、やっぱり山の方っていうのは雪があるんですね。怖い思いをしました。はい、そんなわけですっかり心を折れてしまいましてですね、今国道153号線、これ愛知県内になるんですけども、ひたすら南下しています。最南端部に行くことはできるんでしょうか。まあ時間も時間ですからね、大体もう先は読めてきたかと思いますが、引き続きご視聴の方お願いします。はい、そんなわけでですね、153号線を南下して豊田市に入りました。愛知県の、そしてですね、153号も外れましてですね、1車線の片側1車線の道路を走っていたんですけども、はい、またこんな道ですよ。山道ぐる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 回ってですね、カーブも多くでですね、運転しながら酔っちゃいそうな、そんな道が、広がってました。さあまずトヨタの山の中走ってますよ。日没まではあと20分。一応今道としては文明のありそうな道を走っているんですけども、最南端まではまだもう何キロあるんですかね、200キロぐらいあるんですかね。あと20分で200キロ。どうしたらそんな距離をそんなスピードで行けるんでしょうか。全く思いつかないんですけど、もう心も枯れ果てているわけなんですけども、走り続けています。時刻は17時17分を迎え、日没の時間になりました。はい、ここまでの走行距離はですね、294キロ、だいぶ走りましたね。名古屋から神奈川ぐらいまで行けるんですかね。そんな距離を走ってみました。最南端部にはもちろん到着できるわけもなく、ここは愛知県の岡崎市ですね。いやー残念、できれば行きたかったところですが、到着断念です。はい、そんなわけでですね、まあご覧のようにですね、東西南北のすべての端っこに行くことはできませんでした。お、電車が通っていく。ですね、愛知県やっぱり広いですね、思ったよりも。まあ275キロでしたっけね。なんでそん
なに極端に距離走ったとは思わないんですけども、やっぱり時間かかるもんですね。まあ渋滞があったりとか下道だけだったりとか、まあいろいろあるんでしょうけども、なかなかこの四隅全部回るっていうのは難しいんですね。まあ、もしかして早起きできてですね、朝の5時ぐらいから出たらワンチャンできたかなっていうような気もしないでもないですけども、あと日没なんて制限なんかつけなければね、まあ、このままこれ最南端まで行けば多分この日のうちにはつけたとは思ったんですけども、まあいかんせんですね、体力の限界ですよ。なんつったってこれ疲れるんですよ意外と。そんなわけでですね、この今見えた高速の看板、音羽蒲郡駅から、あ、駅じゃねえな、インターから、スタート地点の知立駅まで戻ろうと思います。ということで、長い動画になりましたが、ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、今回残念ながら目的を達成することはできなかったんですけども、またいつかリベンジするかな、まあ、しないかもしんないですけど、した時はまた動画にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。